ばんは。お風呂上がってめちゃめちゃさっぱりしました。あさって撮影があるので、撮影に向けてむくみたくない日のルーティーンを撮っていきたいと思います。今日一日何も食べてなくてアサイー頼みました。ここで初めてアサイー頼んで、アサイープラスヨーグルト。あ、初めてのご飯は嘘、パン食べた半分だけ。基本的にはもう塩を抜くので、あの塩分がない食事になるので、アサイーを食べます。ちょっとマジで撮影終わったら爆食したいの。だからあさって撮影終わったらもう本当にね、爆食動画を撮るから待っててね。先に爆食動画が上がる可能性あるけど。いやー、なんだこれ、なんかこの抹茶パウダーみたいな、なんだろう、なんかあんま見た目美味しくなさそうだな。いただきます。マンゴーとかベリーとか入ってる。え、これブドウか、凍ってんだけど、すごっ。うん、うまっ。うーん、冷たい、おいしい、シャリシャリいってる。アサイっていいよね。今の時間は多分12時ぐらいです。もうね、びっくりしちゃうことに、休みだとめちゃめちゃ寝ちゃうのね。で、今日なんてまず2時3時からマッサージ予約してて、で3時にマッサージ行って、まあ、5時ぐらいに帰ってきて、で寝っ転がってたら寝ちゃって、多分9時ぐらいに起きて、それまでもちょいちょい多分起きてんだけど、9時ぐらいに起きてマジやばいって思いながらまた寝てて、で本当に11時半ぐらいに起きたので、さ、ちなみにさ、ウーバーでこれ頼んでたんだけど、なんか寝すぎててキャンセルされて、うん、私が起きなかったのが悪いんだけど、本当に1日中寝てた。そういうことする人いますか？なんか私の周りもそんな言うほどこんなに寝る人はいないかも。私が一番寝る。もう浅いなのに甘くなくて美味しい。私の塩抜きは完全に塩抜きじゃなくて、なんかヨーグルトとかにもほんのちょっと多分入ってんの。そういうのとかは全然許してる。あとどうしても甘いのが食べたくなった時の、なんかスタバのスイーツとかって結構塩あんま入ってなくて、なんかそのスタバのスイーツの塩ない、あんまないやつ頼むとか。健康状態によってもなんか塩を何日間抜くって本当に結構なんていうの、フラフラになったりするから、あんまりめちゃめちゃおすすめするわけじゃないけど、結婚式前とかやると全然変わると思う。水分が抜けて皮膚がピタッてくっつくから、なんか細く見えます。こういうのとかさ、ヨーグルトとか焼き芋とか食べれるから、なんか無理な食事制限するより楽っていう人もいると思う。何今のめちゃめちゃガリガリ言うんだけど、私ウーバー以外でアサイーを食べたのがハワイでしかないな。うん、ハワイ行きたいな。でも高いじゃん。爆食できるようになったら何食べようかな。でもラーメン食べたい。ちなみに昨日まではめちゃめちゃ食べてた。うん。昨日は野球見に行ってたから、Vlog 上がるんだけど、めちゃめちゃ食べた。なんか、それも大事な撮影の後だったから、一回リセットでめっちゃ食べようと思って、野球見ながらお酒もたくさん飲んで、いっぱい食べて、びっくりドンキー食べたすぎて、
びっくりドンキーの 300g 食べて、で夜中にパン食べて、で朝方5時ぐらいにお腹空きすぎちゃって、あの Vlog に続きあるんだけど撮ってないけど、5時ぐらいにお腹空きすぎちゃって、もう本当に死ぬほどお腹空いたの。そんな食べてめちゃめちゃお腹空いて、でカレーをちょっとご飯多めにして食べちゃいました。うん、それが今日朝の5時、もうすぐ寝て、でそっからもうめっちゃ寝てた。明日をね乗り越えたら、もう幸せな爆食デーが待っている。楽しみ。うん、なんかすっぴんなのにこんな近い距離で撮ってるの恥ずかしい、忘れていたよ。なんか寒くなってきたんだけど、マジ寒い、なんかアイス食べてるみたいと一緒。完食、美味しかった。ではごちそうさまでした。おはようございます。昨日に引き続き塩抜きダイエット中です。てかさ、マジさ、花粉やばすぎて、もうやばい。花粉よりか私は黄砂がやばいんですよ本当に。この食生活は撮影前だけの塩抜きなんで、皆さん真似しないでください。本当に結婚式前とかだったらいいけど、普段のさダイエットとか調整とかでは絶対これはやらないです。なんか良くないから体に。普通にタンパク質系もっと取りたいんだけど、塩抜きで食事でタンパク質を摂取するのってなんか難しい。味付けもさ、やっぱり塩が必要じゃん。お酢とレモンとかさ、ブラックペッパーとかだけでカレー粉とかやったことあるんだけど、めっちゃまずいの。なんか私には無理だ、やっぱ塩が大事。っていうことで、ドーナツです。アイスアメリカーノ安定。うわ最高、いただきます。うん、あとプロテインも作ってきました。バルクスのエスプレッソです。いただきます。胸用に、うまっ。桜が一番好き。なんか見た目可愛い。美味しい。食塩はね 0.5g。 あ、桜だと 0.6g でした。プレーンが 0.5g。 髪色可愛くない？こんな透け感可愛い。マジでさ、きついさ食生活をするより、なんか塩抜きの方が好きなものをね、こう甘いものとか食べれるから、まあいいよね。普段のダイエットで塩抜きは絶対しないんだけど、そのこういう緊急とかむくみを次の日の撮影のために取らないといけないっていう時は、まあ、前日だけやるとか。そう、一回ね、三日やったことあるんだけど、マジでもう、こけすぎて、もうやばかった。なんか、しかもさ、フラフラだし、サウナとかも行って追い込んでたから、めちゃめちゃフラフラだった。だから、私は、まあ、二日前か一日前にやれればいいかなって感じ。なんか、結婚式前の方とかは、まあ半年前ぐらいに一回塩抜きやってみて、なんか自分がどれぐらいでどの状態に持ってけるかっていうのを一回ね、ちゃんとね、確認しといた方がいいと思う。結婚式で倒れたらやばいから。うんうん、幸せ。こんなさ、ダイエット中にさ、こんなさ、美味しいものを食べれるなんて幸せだ。マジで塩抜きの
嫌なところは食べるものがやっぱり本当になんか限られちゃうから、うん、私がよく食べてるのはプロテイン、バナナ、オイコスのヨーグルト、なんかそのオイコスのヨーグルトに蜂蜜かけたり、冷凍のさブルーベリーとかイチゴとかマンゴーとか入れて食べたり、アサイーパウダーをねかけて食べたり、あの焼き芋は結構いいですね、食物繊維とか栄養にもいい。であとはこういうなんか甘いもの、塩があんまり入ってない甘いもの、ちゃんとした塩抜きダイエットはちゃんと栄養を取って自分で調理してお酢とかレモンとか入れて、なんかそう塩が入ってないように味付けるのが本当のやつです。なので私の塩抜きはあの栄養素が足りてないので真似しないでください。こうやってやればいいんだって思わないでね。めちゃめちゃチキンとか食べたいもんな。え、マジさ、撮影終わったらラーメン食べたいな。あとパスタも食べたいし、オムライスも食べたい。全部食べたい。数えた。この辺の肉が、グッて、明日にはくっついてくれてるかな。これね、脂肪じゃないんだよね。たるみ？たるみっていうか、喉。ここの距離が短いから、ここが多分入んないんだよね。ここ。これはね、そう、骨格上の問題だと私は思っているので、まあトレーニングで、このベロを上顎につけたりとか、そういうトレーニングで、ここを引き上げるしかないですね。努力で。ちょっとミスったよね。普通にさ、コーヒーの後のエスプレッソのさ、プロテインって嫌なんだけど。まあでも美味しいわ。苦甘い。おすすめ、プロテイン。最近の家のプロテインこれしかないんだよね。なんかさ、プロテインってさ、めっちゃ飽きるよね。ね。結構私の場合その味1年ぐらい飲めなくなるんだよね。だからやっぱさ、交互に飲むのがいいよね。なんか3つぐらいをこう順番に。何買おうかな。次おすすめのプロテイン教えてほしい。韓国のプロテインとかも買ってみたいんだよね。てか昨日は目代わりでたくさん買っちゃいました。4つ買っちゃった。今回は目代わり全チケット全制覇しようと思って、ってなると12個とかゲットできるのかな。またゲットしたら動画撮れます。めちゃめちゃ肌綺麗な人がおすすめしてるスキンケアと、あとむくみにめっちゃ効くって言われてる紅茶とか買っちゃいました。あとフライパン買っちゃった。水もね、しっかり飲んで。てかさ、首のシワ気になってきたんだよね。シワはさ、深くなる前に食い止めろみたいなやつ見たことあんの？ボトックスとか。だから食い止めようかなと思って、今度韓国行ったら。首で年齢ってわかるって言うじゃん。だからしっかりケアした方がいいよね。首のケアはしたことないから、したい。とネイルが今バレンタインネイルなので、ちょっとね、和装撮影にはあの明日はちょっと合わないので夜買いに行ってきます。昨日急遽ね予約しました。初めて行くところ。夜はしっかりね撮影前のケアをねもう徹底的にしたいと思うので、それもね撮っていきます。ではまた。まつげオフしてきました。今からネイル行ってきます。めっちゃ部屋着綺麗になった。ネイル終わりました。撮影に
影響しないシンプルめのでもちょっと存在感のある色にしました。色によってはねちょっとオレンジっぽくも見えるんだけど、かわいい。さあ帰りますか。ちょっとお腹すきすぎてやばいんだよね。どうしよう、なんか存在感なんか買って帰ります。帰ってきました。でもね今の時間はなんと12時半1時ぐらいです。え2時だっけな、ちょっと待って。1時半でした。もうねネイルから帰ってきてずっとねいろんなことやってました。インスタ投稿を YouTube チェックとかなんかまあいろいろ編集とかいろいろやってました。はい、お疲れ様です。まだ終わってないんですけど、とりあえずセブンでオイコスとブルーベリーとバナナと干し芋買ってきて、あやばいこれ逆やん。そうこのね干し芋を食べながら空腹は抑えれて、えなんかすごいよね干し芋ってすごいかも。で塩分も 0.05g しか入ってなくて最高です。これをね作りました。オイコスにバナナとブルーベリー、好きなんだよねヨーグルト。バナナは1本使ったんだけど、この下にね下に入ってます。うまそう、いただきます。うまブルーベリーうま。あのブルーベリーのオイコスじゃダメなの、しっかりブルーベリーを感じたいのでブルーベリー入れました。今日上がった YouTube が焼肉食べてたのね私が、だからね焼肉食べたくなっちゃった。もう今めちゃめちゃね焼肉食べたい。撮影終わった後の爆食、24時間爆食のことばっか考えてる。さっきも自分の動画見返してきました。きな粉入れます。えきな粉大好きなの、ヨーグルトにきな粉。ちょっと待って、ブルーベリーとかバナナとか入れた状態できな粉入れたことないから大丈夫かな、心配。あーなんかすごいな、なんか不思議な味になったな。ちょっときな粉いらんかも。ブルーベリーうますぎ。やばい、欲しいものさ腹持ちやばいかも、すごい。えこれすごいよ、えダイエット中の人めっちゃおすすめだわ。食物繊維たっぷりだし、めちゃくちゃゆっくりさ、これストローじゃない、なんだっけあれ、全然出てこない、急激に太らないやつだからすごくいいです。しかもセブンのこの干し芋美味しい。なんかさ私硬い干し芋苦手で、でも柔らかすぎるのもねそんなに、まあ、昔はめっちゃ好きだったけど程よい柔らかさめっちゃ美味しい。なんかたまに硬いとかあったけど基本的には柔らかかった。うん、私の夜ご飯は終了のお知らせ。悲しい、本当に嫌になっちゃうダイエットとか。そう明日の自分がね一番ベストで可愛い状態でね入れるためにはねやっぱりこういうことしないといけないので頑張ります。ビタミン、これ韓国で買ってきたやつ、これを飲んで、もうすごい濃厚。であとはマグネシウムでむくみを改善。あとねこのね便秘のやつ、これはやっぱりこういう食事をなんか栄養足りてない時の食事の時は便秘になりがちだから、サプリで補ってあげてます。ごちそうさまでした。撮影してます。やっと塩食べれました。
うん、かわいい。長め。時間は長くないけど、いつもは着物撮影だから着替えが長いので、あと体力もすごい大変なので、なんか軽くてめっちゃ新鮮。朝から1リットルぐらい飲んでます。めっちゃ飲んでる。